はいいどうもつるちゃんでございます今日は、東体蓮華というところをやっていきましょう。妙法蓮華経のですね、妙法蓮華ですね、の東体といい、東大の蓮華とも言うと。総じては、実界の下は、えー、下からですね、時刻から、 神は仏界に至るまで、非常の恵方も、右上の正法も、すべて神羅三千ですね、神羅三千の正法が、妙法蓮華の到体であると。別しては、東体偽証の妙法蓮華の到体とは、法華経を信ずる日蓮が、 弟子、旦那等の父母、所生の肉親、これなりと、の通りであると。天台は、法華玄義ですね。の第七に、蓮華は、たとえにあらず、東大に名を得。類せば、高所に万物ななし。 商人利を感じて、純則して、なお作るが今年と述べ。また、今、蓮華の章は、これ、例えを軽にあらずと。すなわち、これ、ホッケの訪問なり、ホッケの訪問は章状にして、 因果未妙なりと、この訪問を名付けて蓮華となすとすなわちこれホッケ三枚の倒体の名にして比喩にあらずと述べられているが倒体儀象には尺の意は尻は七なし小人理を感じて 万物に名を作るとき、因果愚事、不思議の一方、これ。あり、これを名付けて、妙法蓮華となすと。この妙法蓮華の一方に、実、実界三千の書物を具足して、欠陥なし、これを修行する者は、 仏印、仏価同時にこれを得るなり、商人この法を死となして修行、格闘し、たまえば、妙印、妙が、愚事に、監督し、たまうが、故に、妙覚、愚慢の如来となり、たまいしなりと、述べられていると。 では、一体誰が、この世始まって以来、この蓮華を聖徳したのかといえば、同じ道書ですね。東大義書に、釈尊五百人天皇の、その神、この妙法の東大、イー蓮華を、 聖徳して、せせばんばんに浄土を唱え、能し諸証の本理を表したまえりとあると、すなわち、久遠願女の自樹用方針如来、末法のご本仏、日蓮大聖人がこれを聖徳されたと。では、 この等体蓮華を解いている証文といえば、それは法華経方便本の第二ですね、方便本第二の処方実装の門であると。伝行は尿法蓮華に問う。法華経は何をもって対となすやと答う。処方実装をもって タイとなすと釈しているのがそれであると。現象は法当もですね。の釈迦、他方、実法粉神の諸物が皆蓮華の宝座に座ったのがそうであると。その他、自由の菩薩や竜女の成仏などもそうであると。さらに、 文章として、日蓮大聖人は人力本の祝の用法の門も自由の菩薩に結長五辞ですね、の東体を付属するから、そのような真偽の上で大事であると仰せられていると。では、東体蓮華の新法については、大部分の人は東体蓮華ではなくして、 大阿鼻獄の到体を聖徳していると。故に、法華経、比喩本第三にもし人信んぜずして、この経を誹謗せば、すなわち一切世間の仏償を断然と。その人、明獣して阿鼻獄にいらんと説かれていると。すなわち、無得道の ごん方便に執着して、二前教ですね、法華経より前の二前教に執着して、東大真実の蓮華を誹謗するためであると。しかるに、日蓮大聖人の一門は、東大、え、儀式でね、東大儀式に、正直にごんの邪法、法師の邪義を捨てて、 正直に正法正子の正義を信ずる、故に、東大蓮華を聖徳して、弱あ上弱皇の東大の妙理を表すことは、本文受領本の教主の金言を信じて、南明法蓮華教と唱うるが言えないとあると。 奉望のやからではなくなくして日蓮が弟子旦那等の中のことなのであるとこの中のみが東大蓮華なのであるとでは続いて東大蓮華の仏 というところを読みましょうね。東大蓮華を聖徳した仏と。東大義象には正直に方便を捨て、ただ法華経を信じ、難明法蓮華経と唱う人は、煩悩、豪、苦の三道、発信、繁荷、下脱の三徳と転じて、 三官、死体、即一心に現れ、その人の所住のところは常弱高度なり、能語、所語、と、色心、具体、具用、無差三人の本門受領本の東大蓮華の仏とは、 日蓮が弟子旦那等の中のことなり、これすなわちッケの等体、自在人力の表すところの苦悩なり、あえてこれを疑うべからず、これを疑うべからずとあると。これは、この三大秘宝の南名法蓮華経を信ずるものの全体の上で論じられている僧の立場であると。 別の立場から見れば、東大蓮華仏は久遠願女の事情方針如来であり、末法のご本仏である一連大聖人の,のみが、五百人天豪の当初から東大蓮華を聖徳した仏であって、それがせせばんばんに浄土を唱えて、末法に採撰されたのであるということですね。 チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様、ありがとうございます。では、また次回の動画でお会いしましょう。